どうもー。まあ今回ですね、チョコスティックパン食べてるんで、チョコスティックパン男の思考にしようかな。チョコスティックパン男の思考、食べながら喋るのはきついですね。ちょっとすいません、食べながら喋れない。チョコスティックパン男っていうのは知らない人いるかもしれないですけど、まあ今から会いに行くんですけどね、今から車屋さんに、まあ、行くんですけど、そう、まあそこにもチョコさんいるんですけど、まあチョコスティックパン男っていうのはどういう男かっていうと、なんだ、まあ結論ね、お金持ちというか、まあちょっとビジネスで成功、地成功した人のです。まあ要は昔ですよ、昔、これ本当の話なんですけど、そのチョコさんっていう人、まあ僕がチョコさんって呼んで、まあ僕がなぜチョコさんって呼んでるかっていうと、そのお金がなかった時期があるんですね、チョコさんが、その人がお金全くなくて、どれぐらい長かったかっていうと、家賃滞納して、水道とガスと電気止まって家賃滞納っていう状態で、水はあの公園にポリタンク持って汲みに行ってたんですよ。多分まあこの動画見てる人の中で、その、まあ、動画見てるっていうことは、まあ、そういう状況ではないと思うんですよ。まあ、動画、この YouTube の動画見てポリタンクに水を汲みに行く人って多分あんま行ってないと思うんですよ。美味しい水を汲みに行くとかは別ですよ。本当に生活の水を汲みに行くみたいな。お金なくて家賃滞納して、水道とか止まってるから、まあね、公園に水を拝借しに行くっていうね、なかなかファンキーな感じじゃないですか。だから普通に考えて、そっから成功ってなかなか難しいじゃないですか。そっから成功するって、でそっから成功するってすげえ難しいですよね、普通に考えたら。でもその人は成功したわけですよ。じゃあその数年後どうなったかっていうと、まあ、今家賃30万ぐらいのタワーマンションに住んでるんですけど、車も3台、まあ4台か3台所有してるんですよね。なんですよ、まあ成功ですよね、その状態から見れば。その状態から見れば間違いなく成功じゃないですか。ね、昔家賃とか滞納して水道ガス電気止まる、でそうそう、その時にチョコスティックパンをコンビニで100円で買ってきて、1日1本かじって食べるっていう生活をしてたんですよ。1日1本ですよ。僕これがいっぱい食べちゃいますけど、1日1本しか食えないですよ、チョコスティックパン。やばくないですか。まあまあそれでもまあ生きていけるってことを証明してますけどね。そうだから僕はその話を聞いて、じゃあチョコさんにしましょうっつってチョコさんになったんですけど、僕がね結構ねチョコさんっていうキーワードを広めてるんですよね。そう、結構ねあだ名が結構あって、まあ、そのチョコさんは僕がだいぶ広めましたね、チョコさん、まあ、チョコさんですね。でそのなんか、まあ、僕いろんな人とこの10年で会ってきたんですけど、なんかね本当思うことがあるんですよ。まあそのだってその状況下じゃないですか、結構もうだいぶどん底じゃないですかね。
で、なんでそっからじゃあ今ね家賃30万のタワーマンションに住んでたりとかね、なんかその車3、4台所有したりとかね。でね、今着てるものなんだと思います？昨日か一昨日あったんですけど、なんかその今フェンディ着てんすよ。毎回フェンディなんですよね。もうフェンディもう全身フェンディなんですよ。とりあえずフェンディっていうなんかそのブランドもで、僕びっくりしたんですけど、なんかそのフェンディの話になって、でチョコさんがなんか、まあ、フェンディの T シャツを着てたわけですよ。でこれこの T シャツ9万8000円ですよみたいな。マジで？みたいな。 T シャツ9万8000円ってアホじゃねえと僕思ったんですけど、いやフェンディっていうブランドすごいですね。僕はもうほんとブランドあんま興味ないんで、まあ、今日ね僕ブランドの T シャツ着てますよ。まあ、フェンディではないけどブランドのものを着てますよ。ブランドのこのフェンディの1枚9万8000円の T シャツよりすごいブランドの着てますよ。フェンディちょっとお見せしましょう。ほらほら、ドンキドンペンちゃん、これねフェンディよりすごくない？これ1980円だった。かわいいね。これいいでしょ、ドンペンちゃん。これ超かわいいんですよ。まあチョコさんっていう人は9万8000円のフェンディの T シャツで、僕は1980円のドンキドンペンちゃん。これかわいくないですか？ちょっともう一回見せてよ、自慢しよう。すいません、フェンディ自慢じゃなくてドンキドンペちゃん自慢。ほら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 、かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいでしょ。そうそうそう、だ9万8000円あったらチョコスティックパン何個買えんだって話ですよね。ちょっと食べていいですか？9万8000円の T シャツって僕聞いたことないですね。まあ、聞きましたけどこの前、バカじゃねえかなと思ったんですけどね。で靴はフェンディの12万なんですよ。靴12万っすよ。いらんっすよね靴。靴 ABC マートって決めて、 ABC マートでしょ靴は。靴は ABC マートですよ。鹿児島にもありますからね ABC マート。なんで変わっちゃったのかな。昔これで1本だったのに、昔これ1本だったのにな。これをちょっと思い出した方がいいんじゃないかなと、これを思い出した方がいいんじゃないかな。まあなんでじゃあその成功できたのかって話なんですけど、結局ね一言で言ってしまうならば、やったっていうだけなんですよ。ネットビジネスをちゃんとやったっていうだけなんですよ。じゃあマジでそれだけなんですよね。ネットビジネスをちゃんとやったっていう、ただそれだけなんですよ。ほんとただそれだけです。じゃあね、水道ガス電気止まるし家賃も払えないし、もうチョコスティックパン1本だから教材も何も買えないんですよね。教材も何も買えないんですよ。セミナーとかも行きたくても行けない、教材も買いたくても買えない。だからネットに落ちてる無料の情報ですよね。無料の情報を見て、当時アメブロが全盛期だった時にアメブロをやると稼げるらしいぞというのをネットで調べて、でアメブロやったんですよ。でアメブロがきっかけなんですよね。アメブロでブログの記事をコツコツと書いてたと。ただそれだけなんですよ。ブログの記事をコツコツちゃんと書いてただけなんですよ。本当にただそれだけですよ。やっただけなんですよ。まあ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 、厳密に言うと長くなっちゃうんであれなんですよ、割愛して話しますけど、まあ、ブログをちゃんと3ヶ月書きました。ブログをちゃんと3ヶ月書きました。ちゃんと3ヶ月書いたことによってアクセスが集まりました。でアクセスが集まったからメルマガを始めました。アクセスがあるからメルマガ登録あります。でちゃんとその読者とのやり取りをしてたので信頼もできてるから
メルマガやりますよって言ったらリストが一瞬で200ぐらい集まって、その200のリストに対してメール配信して無料オプトインっていう無料でも稼げますよっていうような情報を投げてた。でそしたらそのアフィリエイト報酬が40万ぐらいになって、でその40万稼いだ方法っていうのを販売して、でその40万稼いだ方法を販売した実績をもとに、じゃあ自分がどうやってその販売をしたのかとっていう方法を販売してみたいな。まあ情報ビジネスのいいところって、もうわらしべ長者というか、一つ結果が出たらその一つ結果出たことを売れるんですよね。例えばなんだろうな、この情報ビジネスのめちゃめちゃいいところなんですけど、例えばまず商品売るじゃないですか。まあこれ実際僕も昔その参加したことがあるんですけど、その24時間で5億売った人がいるんですよ。24時間で5億売ったんですね。そうだから売上としてはその商品を売って24時間で5億作ったんですよ。でその後何やったかっていうと、その24時間で5億どうやって売ったのか、どうやってそれ販売して売ったのかっていう、その販売手法、そのやり方っていうのを公開しますみたいな。でそれの合宿セミナーをやって、合宿をやって3000万ぐらい、また20万か30万の合宿に100人以上来てたんで、まあそれだけで3000万ぐらいですよね。だからなんか一つ結果出たらそれまた売れるんですよね。それがね、情報ビジネスのいいところですよね。まあ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 、そんな感じで、まあまあただやっただけなんですけど、ちゃんと。でそうそうそう、最近そのプロモーションみたいなのをやって、なんかね、結構そういう人、なんか今なんだめちゃめちゃきついんですとか、お金きついんですとか、なんだそういうコメントがあるわけですよ。借金がありますとか、お金きついんですとか。僕ね思うんですけど、まあそのプロモーションやってる側が言うべきことじゃないんですけど、いやそんなコメント書いてる時間、動画とコメント書いてる時間あったらなんかやれよっていうね。まあそのプロモーションって、まあ、1話2話3話4話5話みたいな感じで動画流れて、まあ、そこにコメント書きましょうみたいなのあるんですけど、いやいや動画とかね、コメント書く時間なんだったらなんかやれよっていう。そこに書いても何もお金発生しないじゃないですか、ぶっちゃけ。ぶっちゃけそこに動画見ただけじゃお金発生しないし、コメント書いただけでお金も発生しないわけじゃないですか。結局お金がね、生まれるものっていうのは何か自分がアクションを起こしてその先にあるものですから。もちろんね、ノウハウとかなんか勉強しないといけないかもしれないですけど、そんなもん無料でいいわけじゃないですか。無料で落ちてるものをやればいいんですよ。まあ、僕もね有料の商品売ってるんですけど、まあ、よく言います、別に無料でもいいんじゃねみたいな、無料でやればいいじゃんみたいな。販売者がこんなこと言うのがおかしいんですけど、まあおかしいんで、僕無料の落ちてるもんやればいいじゃんみたいな、金ねんだったらって話ですよね。金がないんだったら時間と頭使えよって話で、金がないのにくれくれくれみたいな、バカかと。金がないか金もない、私詐欺に遭いましたって、お前が詐欺に勝手に決済ボタン押してんだろうって話じゃないですか。そのなんかそのプログラミングの詐欺とかだったら別ですよ。なんかキャッシング詐欺とか、なんかその高度な詐欺じゃなくて、なんか情報商材を買いましたとかは自分が結局買ってるわけじゃないですか。決済ボタン自分が買わなきゃ別にいいわけじゃないですか。僕ね結構言うんですけど、なんかそれ簡単に儲かるからっつって入りました、じゃあその人がお前死ねっつったら死ぬのかって話じゃないですか。いや僕は騙されたんです、簡単に儲かるからと聞いて入りました、いやじゃあですよ、じゃあその人が死ねっつったら死ぬのかって話じゃないですか。結局人のせいにしてるだけじゃないですか、それって。結局人のせいにしてるだけですよね、それ。だからぶっちゃけね、詐欺師なんつうのは買い手がいるから詐欺師がいるだけの話なんですよ、そんなのね。誰も買わなかったらですよ、詐欺師儲かんないから詐欺師もやめますよ。なんで詐欺師がいるのかっていうと、買い手がいるからじゃないですか。買うやつらがいるから氾濫するわけですよね、そういう人たちが。
普通に考えてみんな買わなければ売り上げ上がんないじゃないですか。売り上げ上がんないことを詐欺師やりますって話じゃないですか。これね、ほんと気づいた方がいいと思うんですよね。詐欺師を詐欺師にしてるのは買ってるあなたですよみたいな。まあいいや、まあこの話するとちょっと脱線しそうなんで、チョコスティックパン食います。うん、なんか雨降ってきましたね。雨降ってきた。なんか天気雨ですね。自分を変えたいと思うんであるならば、なんかそのなんだろうな、そのリアルのコンビニのバイトしてても借金返せないじゃないですか。とかそのなんかそのまあ開示じゃないですけど、コンビニのバイトしてて起死回生できないですよね。コンビニの時給800円900円の仕事しててお金は稼げるけれども起死回生はできないですよね。改正はずっと利子払っては終了とか、まあ少なくてもでかい金額稼いでいかないと無理っすよね。今の現状を打破するにはね、あのカイジがコンビニでバイトしてた時に、あの誰だっけな、あの黒眼鏡がお前はそれでいいのかみたいな、なんか現金2000万ぐらい積んで、お前そんな一生コンビニで働いていいのかみたいな、そんなんでお前やっていけんのかみたいな煽るんですけど、もう一度考えろみたいな、黒眼鏡がね。そういや、でもまさに黒眼鏡を言ってるそうで、コンビニで、まあコンビニは絶対稼げますよ。コンビニに働いて給料もらえないっていう詐欺に遭うことはあんまないと思うんで、まあ別にコンビニで働いてもいいと思うんですけど、ただ変わんないじゃないですか現状は。ということは何かその収入が大きく発生する何かをやらないといけないわけですよね。でその何かで別にいろいろネットビジネス以外にもいろんな何かはあると思うんですけれども、全くお金がない状態から始められることってネットしかないと思うんですよ正直。なんかあります？全く初期費用ゼロからなんか始められる、お金がなくて。僕ね、ネットしかないと思うんですよね。ネットしか、だからまあ僕はまあネットビジネスを教えてるんでネットいいですよっていうことを言いますけど、うん、でもネットしかないと思うんですよね。だチョコさんがそれで言うのが、そのやっても変わらないし、たとえ稼げなかったとしても変わらないっていうことをよく言うんですよ。要はその当時、そのたとえ稼げなかったとしても、稼げなかったとしてもですよ、やらなかったら何も変わらないわけじゃないですか。やらなかったら何も変わらない、やっても変わらないけれども
やった方が可能性があるんだったらやった方がよくねっていう。だから例えばネットビジネス本当に稼げんのかなとか、うさんくせえなと思ってやらなかったら今の現状は変わらないわけじゃないですか。で、たとえそのやって稼げなかったとしてもですよ、結局そのプラマイゼロなわけですよ。だって何も買ってないし、ね、しかもネットって無料でできるわけですから。当時ねチョコさんはアメブロやってたんでアメブロ無料だし、やろうはやらないがリスクゼロだし、じゃあそのやるに対して、じゃあねネットビジネスをやるに対してなんか初期費用が何百万かかりますとかだったら、それはねそれでうまくいかなかったらそれはリスクあるかもしれないけど、あのネットビジネスそれがないわけじゃないですか。で今なんか別に調べれば無料で出てくるし、本当に教材なんていらないですよね。ぶっちゃけ教材なんていらないですよ。やる気ですよ。もうあんだけ出てんだもん無料で。 YouTube でも講義をご丁寧やってるしさ、調べればいっぱい情報出てくるじゃないですか。だから結局やればいいんですよ。なんかやってダメだったらどうしようかって考えるより、ね、これすごく重要なこと今から言いますけど、やってダメだったらどうしようかっていう考える前にね、やらないで何も変わらないことにどうしようかって考えた方がいいんじゃないかなっていう。何もやらないことに対して、何もやらなかったら何も変わらないわけじゃないですか。それに対してやばいなって思わないのかなっていうのを感じるんですよね。なんかね、考えるベクトルが違うんじゃないかなって。やった先のことを考えてもしょうがないじゃないですか。分かんないんだもん未来なんつうのは。分かんない未来のことを考えてもしょうがないじゃないですか。分かんない未来のことを考えてもしょうがないんで、今の現実を考えた方がいいと思うんですよ。やらなかったら何も変わらないっていうのが現実じゃないですか。そこを考えた方がいいと思うんですよ。やらなければ何も変わらないっていう現実があるっていうことを考えた方がいいんですよ。なんかね、この先どうしようとか別にその先なんて考えたらもう何も変わんないんで、ね、いや考えて未来が変わるんだったらみんな考えますよ。いくら考えても未来っていうのは自分の行動のその先に未来があるわけなんで、考えても絶対変わんないですよ。だ例えば家の中でずっと寝てて、寝ながらなんか考える、ぼーっとしてなんか考えてて未来変わります？そんな魔法ないっすよね。家でぼーっとじゃないですけど、なんか考えるね、ただ考えてるだけ、それでなんか未来変わります？例えば未来考えてるだけで、じゃあその家の椅子に座って、あお金持ちになれたらいいなとか、月収100万稼げたらいいなって考えるじゃないですか。じゃあその考えただけで月収100万になりますか？ずっと考えてるんですよ。月収100万になるためにどうしたらいいのかな、稼ぎたいなとかね、借金返したいなって思ってるじゃないですか。じゃあそれ考えて思っても変わんないですよね、何も。それを唯一変えられるのっていうのは自分の行動でしかないんですよね。自分の行動だから、もちろん考えることが重要かも、考えることも大切かもしれないですけど、行動しかないんで、変えるのはアクションする、それしか変わらないですよ。考えることも大事ですけど、もっと大事なのが行動することですよ。でもし考えるんだったら、今考えるべきことっていうのはなぜ変わらないのか、それ自分が何もやってないことに対して考えた方がいいですよね。それやばいみたいなで気づいた方がいいですよね。だ僕はですね、まあその行動からしか結果は生まれないっていう原理原則を一応知ってるんで、てかまあ知ってるというか当たり前ですよね。行動からしか、その行動からしか未来は変わらないので、だから僕はやり続けるわけですよ。だって行動しないと結果変わらないんだもん未来は。だから動画も撮り続けるし、なんだな、ジョーさんなんかやり続けるわけですよ。なんてそれやんないと変わんないんだもん。だもちろんね、やり方はいろいろありますよ。まあ僕は一人でやるっていう決めてるんでこうやってますけど、別にね僕みたいに、僕みたいな方向性でやる必要はないし、そのチョコさんはその組織的に人を使うみたいな感じでやってるんですけど、
別に人を使ってですねやってもいいわけですよ。ただその新しいことがね、なんかこうやんないとダメなんで、めちゃめちゃ晴れてたんですよ。出た時ね、出た時晴れてたんで、洗車してこうかなと思ったんですよ。だけどいきなり雨降ってきてますからね、わかんないですよね。来た時は全然天気だったのに、で雨降ってきたみたいな。僕ね、天気予報も見ないんでわかんないですよ。ということで、まあいつもなんだかんだ喋って、結局まあやれ的な感じになるんですけど、やりましょうよ。いや別に今の人生とかね、今に満足してるんだったら別にいいんですけど、まあ僕がなんでいつもこういうメッセージを投げるかっていうと、僕のお客さんがそうだからなんですよ、ね、僕のお客さんが別にそういうお客さんじゃなければこういう情報の発信の仕方はしないし、なんかやればいいのになと思うんですよね。なんかこの教材が儲かる儲からないとかで右往左往してるんですよ。どうでもよくねみたいな、やれよみたいな。別に買わずに、買わなく、そんなんでなんかこれ詐欺なんだ、騙されるのかなとか、これ買おうかな買わないかなって悩んでるぐらいだったら、買わなきゃいいじゃないですか。買わないでとりあえずなんか一つ決めてやればいいじゃないですか。無料で落ちてんだから。例えばブログアフリエイトで稼ぐって決めたら、ブログアフリエイトとかね、ブログ関連のキーワードで調べれば腐るほど無料で出てくるわけですから、それで調べてやればいいじゃないですか。なんかこれが儲かる儲からないとか、いやそんな論争してる時間があるんだったらね、自分で調べて一つやることを決めて、やることが決まれば検索キーワードが出てくるわけじゃないですか。例えば YouTube で稼ぐっていう決めたら YouTube で稼ぐ、じゃあどうすれば稼ぐんだっていうキーワードで検索しまくればいいじゃないですか。そしたらめちゃめちゃ出てくるん でそれで勉強してやればいいじゃないですか。なんかね、なんかちょっとベクトル間違ってんじゃないかなっていつも思うんですよね。本当にこういうやっぱ情報を発信、強めの情報を発信してるんで、
あのやれよみたいなね、やった方がいいんじゃないかみたいな、この強めの情報を発信してるわけじゃないですか。だから僕自身が やるわけなんですよ。だからこれってまあちょっと話変わりますけど、まあ、自分自身でやる状況を作るってことですよね。こういうふうに言うことによって自分もやらないといけないじゃないですか。そんななんか偉そうなこと言うとお前やってんのかって話になる、なるんで、あ、僕はこのメッセージを情報発信することによって、お、すげえ雷だ。情報発信することによって、あの自分でやらないといけない環境も作ってるんですよね、実は。実は作ってるんです。自分でやらないといけない環境を。めちゃめちゃ雷ですね。はい、ということで。この辺で30分経ったんで終わります。以上です。